久保さん。昨日、刺し歯を飲み込みました。刺し歯、なんかご飯食ってたら、飲み込んじゃいました。刺し歯、取れて。歯がないですね。話しやろうでしょ。前歯がないっすね。いや、前歯ないってきついっすね。 マクゴさんは多分、健康な歯だと思いますし、もう銀歯だらけだし、差し歯、前歯二つ刺し歯なんですよ。そう。そう。あの、歯磨きって大事ですね <laughs>。僕はあの、ちっちゃい頃からまあ、歯が弱いって言われてて、 ま、すぐ虫歯になるんですよ。で、ちっちゃい頃からずっと歯医者行ってたんですけど。そう。いやー、ちょっと、残念な気持ちですね。<laughs> いややっぱ失ってから気づくっていうね。言ったにしましょうか。失ってから気づくっていう。うん。あのー、なんだろうな。例えば、まあ、 えー、あれですね。あの、東北大震災が起こったとき、まあ僕は東京にいましたけど、東京でも、あのガソリンスタンドですね。2時間待ちとかね。長蛇の列ですよ。みんな買いだめ。あの、ガソリンも入れるっていう。で、一時ガソリンなくなるみたいなね。そう。まあ電気を失ってから、 電気のありがたみとか、ガソリンがなくなってからガソリンのありがたみとか。まあちょ、近々で言うとはマスクですかね。今マスクって普通にもう買えるじゃないですか。ね。なんか50円とかで今マスク売ってますからね。五 <laughs> 十あの、だからコロナの時に大量仕入れして売れなかったやつが今50円でね、あの、売られてましたよ。うん。でもあの時っていうのはマスクの今まで買えたのに買えなくなった。 まあ、買えるけど、お金が、すげえ、1万円とかしても買ってたとかね、ありますけど。まあ、人間って面白いですよね。うん、失う前に気づけないっていう。うん、だから僕、あの、おとといの夜からハーミがいてる時に差し歯取れたんですよ。で、それをインスタのストーリー投稿にアップして、そしたら、その、まあ、僕のいつも見ていただいてる方からメッセージいただいて、ちゃんとあの、保管しときなよっていう。 あのけ警告をいただいて刺し歯ちゃんとなくさないように保管しとけようっていううに言われたんですけど、まあ、大丈夫だろうみたいな <laughs> まああのうくっついたら結構結構カチッてくっついたんですよまた大丈夫だろうと思ったら取れましたね <laughs> 取れる分にはいいんだけどだから昨日夜ラーメン食いに行ったんですよでなんかスースーするなと思って で、あれこれ、刺し歯取れてると思って、あれ一回一時停止したんですよ。で、こう、うんーってやって、あれないぞ、みたいな。あれちょっと待って。一回吐き出そうと思ったんですけど、まあ、これどう考えてもないぞと、と。飲み込んでましたね。<laughs> 気づいた頃には飲み込んでたっていうね。だから自然に、その、普通、なんかあの、刺し歯取れた時、ガシャッ、ガリ、みたいになるんですけど、多分、チャーシューといい感じにこの、 チャーシューが前歯に刺さって取れて、チャーシューとなんか、いい感じに、チャーシューが僕の刺し歯を包み込んだと思います <laughs>。いや失ってから気づきますね。まあ、久保さんはあの、全田になる覚悟あるっていうことなんですけど、僕はちょっとその覚悟はないですね。うん、失えないものもあるので、うんだって、 まあ確かにねこれ前、前歯失ってもね、別に生きていけるんですけど、結構不便なんですよ。あの、スースー、すげえなんか、しゃべ、なんかね、ほんと息も、まあ、ちょっと今慣れましたけど、なんかその喋るときも息がこう、こう、前歯がないだけでも、まああの、本当に歯がない人って、なんか喋りがちょっと、なんかあれじゃないですか。で、一本刺し歯ないだけでも、なんかすげえ空気の通りが、なんか変なんですよ。 これ失ってみないとわかんないと思うんですけど。だから、その、おばあちゃんとかおじいちゃんでも、その入れ歯で、その全部歯がない人とかも喋りがちょっと、あれじゃないですか。そう。失ってから気づくって、失う前に気づきたいですよね。できれば。うん。僕も、なんだろうな、あの、常に考えてますね。それは、失わ、失ってはいけないものもあるので、う。ん だからそのお客さんとの信頼関係も僕はもうお客さんの数少ないですから信頼関係をまあ維持するようにまあずっとワンツー動画撮ってるしまあそれはもうずっとやってますよねもう56年まあ久保さんもまあそういうはやってると思いますけど僕はやってる理由はそのまあ必要だよなとうーんリスト数少ないしまあぶっちゃけその 僕はファンでファンの方だったりとかあそのなんだ関係性で売ってるようなもんなんで結構まあやるべきことはしっかりやるうんそう,そうただ攻めただ攻めるっちゃ攻めるんですけどねそう大事にしつつも失う失ってもまた新規で獲得するってことをまあこうやってるんであれなんですけど 本当に失っちゃいけないものっていうのはあると思うんですね。うん。そう。いや、前歯はね、失、失う、きついですよ、久保さん。まあ、久保さんが前歯を失うことはないと思いますけどね。久保さんが多分ね、健康なハウスもんね。うん。多分その、なんだろうな。あの、昔僕はあの、小学校の時インコ飼ってたんですよ。で、可愛すぎて、 風であのまあインコがこう濡れてね風呂場でねこう遊んで濡れてでまあ乾かしたと思うんですけどまあちょっとうろ覚えですけどなんか次の日死んじゃったんですよインコがもうすごい泣いて泣いちゃってショックでお風呂入れなきゃよかったなみたいなかわいそうなことしたなみたいなそう失ってから気づきましたよねインコを なくしてから泣いちゃいましたね。なんで風呂入れたんだろうみたいな。うん。う寒かったんでしょうね、うん。まあ、まあ原因はちょっとわかんないですけど、寒、さ、凍え、凍え死ぬってことはありえんのかなまあ、ちょっとわかんないですけど。まあとりあえず風呂一緒に入った次の日死んじゃったんで。そう。 後悔してもインコは戻ららないですからね、うん、どんなに覚悟しててもやっぱきついっすよ多分まあインコが死ぬ覚悟で風呂入れたわけじゃないですけど <laughs>、うん、うまあどうしようもなんない時もありますけどねただできるだけ僕はあのもうリスクはあの取らないようにしてますね やっ,ぱそれはやっぱお客さんもいろいろ見てるんで、まあ、失敗したパターンをいっぱい見てるんで失敗しない方法をとにかくやるっていう,うんだから前この前もねあの1000万投資案件であの騙されてあのなんだあのどうしようもなんないですっていう 失いいたくないですね、前は失いましたけど <laughs> 歯抜けですよ歯抜けうん歯がない久保さん歯がなくなったことありますか歯がないですよ 失ってから気づくんで、できるだけ失わないようにした方がいいんじゃないかなと思います。でも、久保さんが言う通り、失ってもいいリスクを取るっていうのも大事かなとは思いますね。うん。じゃないとやっぱ、ね、でもネットビジネスってなんか失うんですかねだからネットビジネスは僕はやらないリスクだと思うんですよね。だって0円でできるんだから。うん、やらないリスクですね。0円でできるわけですから。 やっぱそこに何かお金がかかるっていう部分に関しては、うーん、あれだと思いますけど、お金かかんないんだからやればいいのになっていつも思うんですけどね、ここはやらないリスクないと思いますよね。まぁ、共を買うリスクとか塾、塾に入るリスクはあるかもしれないですけど、別に入らなくてもね、まあ、僕はセールスしてますけど、別に入んなくても、買わなくてもできるじゃないですか。うん。まあ、やればいいのになと思うんですよね。うん。 Gracias.